はいどうも、全力ホームレス YouTuber ビオーリです。どっから突っ込んだらいいですかね。これ今日の試合、本日オリックス対ロッテ首位攻防戦、昨日オリックス首位陥落してね、今日勝てばまた首位取り戻せるってとこやったんですけども、で相手ブルペンで今日先発広畑投手、ロッテは今日はかなりね、先発ピッチャーがいないと、もう総動員で追い込んでくると。昨日とかに比べたらね、種市投手とかに比べたらね、非常にチャンスのある日やと思ってました。はい。5対1、負けました。いや、暗黒時代みたいな試合したんだろ。今日、いいとこですか、いいとこですか、今日のいいとこ、強いて言えばサチヤ投手なんですけどもね、はい、サチヤ投手は今日非常にね、いいピッチングしてくれたんで、サチヤ投手はほんま変わってくれました。はい、前回までのね、ピッチングとは、お前変わったな、ってね、はい、変わってくれました、マジで。それ以外なし。マジで、なし。もうちょっと今日突っ込みどころが多すぎるんですけど、本当に、ちょっと忙しいんですけど、まずですね、これ、先発のロッテ、広畑投手、非常にね、球が走ってたんで、ここはもう打てないのは仕方がありませんでした。2回までは広畑投手。ここは正直仕方がない場面ではありました。はい。で、3回も岩下投手が上がってきて、岩下投手もちょっと良かったっすね。ここもしゃあない、打てない。そしてこれ3回裏ですね、ロッテの攻撃。0-0 で迎えてロッテの攻撃。ここね、先頭フォアボール出してしまって、しかしここから2アウトランナー2塁まで行くんですよね。タッチアウトそこからしっかりと抑えて2アウトランナー2塁。ここでね、バッター安田選手、サード方向にファウルフライを上げました。はい。これサードが完全に取れる球。はい。風は強かったですが、サード今日入ってゴンザレス。はい。ここは難なく取って3アウトチェンジとね、行きたかったところですが、落球は風に流され、落球です。ゴンで取れず。2アウトなんでね。はい。この後抑えれば、ゴンジーのこの、あれはチャラになりますからね。はい。ここで安田選手、セカンドゴロ、ギボ選手これよく取ってくれました。ギボ選手がよく取ってくれて、で、ここから、セファーストに投げて完全アウトのタイミング。ここでトング落球。これでファーストセーフ、そしてその間にランナーがセカンドから帰って、ホームイン、1点を先制されました。結局、この回、特訓のトーンには3アウトで無得点取れてるんですよね。ゴンジーがファウルフライ落としてで、ここから頓宮選手が、ラッカーを弾いて。だからさ、特訓に無得点で追われてるところさ、1イニングに2回もお笑いプレスすんな、もう立て続けにやんなよ。安田選手を2回も助けんなよ。サチヤからしたらたまったもんじゃないでしょ、これ。エラーで続いて。いつもサチヤ投手にね、最近ちょっと変わらんかったりします。今日に関してサチヤ投手はかわいそうですよ。な、ゴンズイ。な、トングホーマ。しかしまだね、ここは1点です。はい、1点取られただけで全然まだ逆転のある場面。ここで、4回に岩下投手からピッチャー変わりました。ピッチャー東投手。ギボ選手はここで、ね、ショートへのラッキーに悩んで出塁します。ここで東投手ちょっとね、様子が変わりました。ちょっと動揺したのか、次の中川選手に対してストライクが入りません。3ボール、ノーストライクまで行きました。完全にこれいける流れです。完全にこれ東投手動揺してるんですよね。で、しかし、そこから2ストライクになりまして、で、結局最後、ど真ん中に来た甘い変化球を中川選手、見逃し三振。そしてこれエンドランかけて義母選手、セカンドに走って刺されまして三振ゲッツーです。おい何しちゃうんだよおい、相手を助けるなおい、完全に動揺しとるやん、東投手。そこを何スリーボールだってから、ツーストライク追い込まれて、結局ど真ん中の入れに来た球三振して、で何見逃して、しかも見逃してお前。ちゃんと打ってよそこは。で三振ゲッツー。2アウトランナーなし。結局次の森友もね、もうランナーおったら怖いバッターなんですけど、結局それはね、思い切ってきますわ。森友凡退で。完全に東投手を助けてるんですよ。まだ1点です。はい。そしてオリックス、次の回の攻撃ですね。5回の表、トング選手倒れてから、ゴンズイがこれライトにヒットを打って、はい。ここでワンアウトランナーまで出ましたと。ここでベニー。ここでまたね、東投手動揺しました。またこれ次ね、ランナー出て東投手動揺して、ここも紅林選手に対して、3ボール、ノーストライク。これ次こそいけるやつやと。さっきの回ね、全く同じ流れなんですよ。ラッキーヒットでランナー出て、3ボールまで行ってからそっから見逃し安心取られてるんですよ。さすがに2度も同じ鉄は踏むなどというところで、ベニーこっから見逃しファールで追い込まれて、見逃し三振。同じことすんなよおい、さっき
きの回と全く同じ流れやないかい。ピッチャーが動揺してスリーボールまで来て、めちゃめちゃピッチャー苦しいんすよ。お前助けんなよ、見逃し三振で、おい。結局ゴンジが盗塁したんですけど、結局小田優が倒れて、スリーアウトチェンジ。また相手ピッチャーを助けました。そういう得点拒否をしているうちにですね、これ次6回の裏、ロッテの攻撃。はい。これ山崎福也投手が2アウトまでしっかり取りました。2アウトランナーなし。ここから田村選手に2塁打を打たれました。はい、まあね、ただ2アウトランナー2塁。まあ、まだ。しかし、ここでピッチャー山崎達也投手降板。だから、援護がないから達也に今日まだ勝ちつけれなかったんですよ。で、ピッチャー比嘉投手。しかし、ツーアウトランナー二塁。ここで比嘉投手。相手は右バッターのピロミ、タクシーヒロミ。まあまあ、さすがにここはね、抑えてくれると思ってましたよ。岡ヒロミ選手、ここで、サード方向に、フルで打球打ちました。完全にサードゴロのコースです。この打球がサードベースに直撃しまして、バウンド。結局ランナー帰って、タイムリーヒットです。はい。通行の2点目。なんか、昨日もなんかサードベースに直撃してタイムリー打たれてましたよね。今日もサードベースなんですよ。おい、サードベースお前もか。サードベースお前敵か。うん、サードベースお前スパイか。何してくれたんだよ、おい！おい、千葉サードベイスターズか、お前。ベースもチーム入ってるんやけど、天敵オールスターズ言うてやじゃん。このマリンスタジアムのサードベース。お前も天敵じゃん。天敵オールスターズのサードのポジション。ゾノマリンスタジアムのサードベース。お前敵やろ。お前スパイやろ。ちょっとね、本来打たれた選手に対してね、まあ、やっぱノーリスペクトじゃないんで、リスペクトはあるんで、あまり普段暴言とか吐かないですけど、サードベースお前違うぞ。うん。お前にはリスペクトせんからな。ちょっと一発サードベース殴りに行きたいんですけど、ほんまにね。ちょっとポンカスでこれすると。うん。ちょっと一発サードベース殴ってからの、剥がしてからのぶん投げたいんですけど、うん、マジでサードベース腹立つお前ほんま。うん、どこおんねんほんま。ここはちょっとノーリスペクトなアホチンで行かしてもらう。ほんまサードベースマジおほんま。もう、しまくでお前ほんま。しかし、まだ2点差。まだランナー出てホームラン出れば同点の点差です。ここで7回の表上がってきました。ペルドーもペルドーいたしまして、しょうもない大チャンネルが来ました。ここで、中川選手が先頭焦点内安打出ました。先頭出ました。ペルドーも選手ね、非常にね、いいピッチャーで、ちょっとね、チャンスあるか分からなかったんですけども、で、バッター森友選手。ペルドーも、このまたラッキーヒットで動揺しました。森友に、スリーボール。先行。おいおい。今日何回か見た流れやぞ。ラッキーヒット出てからピッチャー動揺して、3ボール。森友、まさかね。まさかあなたは違いますよね、森友ね。ここから、フルカウントになりました。ちょっと嫌な予感するんですけど。しかし森友、最後のボールを、際どい球やったんですけど、見逃し。まずい。しかしここナイス審判、フォアボール。森友は違った。はい、森友に、3度目の正直。ここはしっかりとピッチャーを救わずに、ランナー出ました。さあ、ノーアウトランナー1、2塁。次こそマジでいけよと。ピッチャー助けずに。ここでトングユーマ。先ほどちょっとエラーでやらかしてますから、トングー、それをね、払拭する、バッティングしてくれと。やってくれトングー選手、ここで、初球打って、バット折れて、サードに、ゲッツーです。はい、ツーアウト3塁になりました。結局その後続かずに、コンジ空振り三振で、スリーアウトチェンジ。はい。ノーアウトランナー一二塁のチャンスを、結局ゲッツーで通話しました。おい、ゲッツーユーマお前、いっちゃやったことすんなよ、おい。せっかくさ、森友がさっきの回とは違う流れを作ってくれてさ、あ、おせおせってこや。ペルドーもあれ取るやないかい。あ、ちょっとなんかね、コントロールあれてないからさ、ちょっとなんか、策があったやん、絶対。初球打ってゲッツーって。裸の付き合いですよ。それ裸の付き合いですけど言わせてもらう。おい、ポンキャスお前、おいお前、どんだけ得点拒否すんねん、お前。まだ2-0。まだ2-0。まだ希望は捨ててはいけない。7回の裏、ピッチャー、ウルシアル投手、先頭フォアボール。で、ワンアウト取ってから、ワンアウトランナー2塁ですね。で、ここで、スパチャタニ選手、サードにフライを打ち上げました。はい。さあ、これで2アウト楽にいけると。はい、先ほどね、これサードエラーした、ゴンジのところにフライが飛びました。ゴンジ、さすがに次は大丈夫やと。ゴンジ、足止まりました。はい。ゴンジ、ここは次、さすがにね、2回目やるとね。はい、頼むぞ。GG ゴンザレス、本日2回目の、ラッキュー、はい、ワンアウトランナー1、2塁です。ゴンズおめーゴンズさすがに数やるのはな難しいの分かるけどやな、お前2回目やっちゃうやろそんなヤンキースタジアム風なかったか、右爪のパークは風なかったか、日本の風はそんなに難しいか、ゴンズ。味方目やで、でもゴンズ。守備の名手やね。
まあ、確かにゴンジには今まで救ってもろてる。うん。救ってもろてるけどな。今日の2エラーで全部、多分もう落ちちゃうんすよ、これ。結局その後エラーが響いて、ウルシアル投手、3失点。で、これウルシアル投手ね、今まで防御率 0.00 やったんですけども、これゴンジーのエラーから始まったということで、ウルシアル投手また防御率 0.00 継続です。はい。まあ、自責は全部ゴンジーにつくということで、はい。まあ、そりゃそうでしょうね。まあ、ウルシアル投手防御率 0.00 継続、おめでとうございます。そして9回の表、坂本幸四郎投手がマウンドに上がりましたが、普段ね、追いつかない程度の反撃をしまして、結局、増田劇場をね、増田投手が出てきまして、トゥルトゥトゥルトゥルトゥル、探索トゥーロで、を流して球場を盛り上げて、結局、増田投手最後を抑えて、増田投手、マリンスタジアム通算100セーブ。はい。結局、球場を盛り上げるだけ盛り上げて終わりました。はい。増田投手に見せ場作らせて、ごっつぁんセーブさせて、終わりました。5対1です。で、今日の試合、今年ワーストっすね、マジで。とんでもない試合してくれたな。マジで暗黒時代みたいな試合しようね。去年の5月ぐらい思い出すわ。去年のゴールデンウィークあたり。このバリエーションの豊富な得点拒否をしてね。バリエーションの豊富なエラーをして失点していく。バレラベロがおった頃思い出すわ、これマジで。ほんまに。ね、ちょっとほんまにここ最近調子乗りすぎてましたが、なんか今日でなんかすごい目覚めました。あ、これが本来のオリックスなんだなと。そうだ、俺はオリックスファンなんだなと。オリックス確かに昔からこういうプレーいっぱいしょったなと。そうだ、調子乗ったらあかんねんだと。調子乗ったらこういうプレーにイライラしちゃうんですよね。ちょっと寛大な心でいきたいですね。そうです。元からこうなんですよ、僕らは。調子乗っちゃいけないと。にしてもひどいけどね。おい、こらお前おい今日ポンカースパンに叩かれても知らんけどね。そう、今日はそういう試合や。こういう試合じゃ今日はお前な。ということで、今日はね、非常にひどい試合でしたが。ね、今日でまたロッテに1ゲーム差つけられて首位を譲りました。はい。なんかロッテが結構強いんですけども、ピッチャー陣がやっぱね、盤石ですね。中継ぎにしろ、先発にしろ。ロッテは今年強敵になりそうなんですけども、ソフトバンクも、ね、多分上げてくるでしょうし、まだまだ調子に乗ってはいけません。僕も全力絶叫、一喜一憂して、ぶち切れていきたいと思ってます。はい。ということで、気取り直していきよう。ビッグボス戦。ビッグボスも強いからな。マジで。ビッグボス。フルテーブル今日のハヤトは4打数1安打1ホーマー、それが決勝のスリーランホームランです。ハヤト